どっちかのセットで煙が出たら負担が大きくなるっていうのは今の俺らの弱点だから。中井が恐れていたことは現実となってしまった。 FC 中井は暗礁に乗り上げてしまうのか。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂。第42話、芽生え。FC 中井を高い攻撃力で牽引する森岡を中心とした3-1セット。そのセットから2人の負傷者が出てしまう。その二人の負傷者はブルノと森岡。関東大会を直前に控えたこの時期に練習から離脱し、別メニューでの調整となった。Isso daí deu pra você, eu falei ontem com o fisioterapeuta, ele falou assim, tudo bem. É isso, o corpo tá bem. Ai. Tá tudo bem, filho. Cadê o cabeçalho? Chora, ele fica chorando. Então, o Bruno ele já vem machucado há um tempo, né? Então, sempre eu venho falando pra ele tomar cuidado nos treinos. Bola que for mure, não precisa ir, entendeu? Dá uma segurada, porque, querendo ou não, o time precisa deles, né? Então, é importante ter essa consciência, né? Já o Kaoru, infelizmente, ele teve uma distensão no oblíquo. E são 3 semanas parado, né? Mas a gente já começou a fazer a recuperação dele. E pouco a pouco tá voltando pra quadra, né? Fazendo treinamento com bola para que com 2 semanas e meia ele consiga voltar, antecipar a volta dele. Mas ainda tá bem fisicamente, tá com um fôlego bom. E conseguir ajudar a equipe nesse torneio agora de canto, né? Poder ajudar bem a equipe e a gente vai conseguir passar dessa fase, e o que precisar, o que eles precisam, eu sempre estou dando apoio e a gente vai ajudar eles a melhorar e ajudar a equipe, né, nesse campeonato que é importante para o Anaka. Sports に怪我はつきもの。しかし、中井が頼りにしていた2人がこの時期に離脱するのはとても大きなことだ。事実。3-1 セットからブルノと森岡が抜ければ全く別のチームになってしまう。そんな時、出場機会が限られていた選手たちに出番は回ってくる。そこでこれまでの成長が問われるのだ。いろんな角度からキーマンって作れるけど、今だったら亮太、吹雪、昭がすごくキーマンになってくると思うんだよね。2連戦が2週あるわけだから、特に亮太は頂き杯でも出てるわけだから期待したいところだよね、一番。だから雄太のポジションのところに昭が入ったり、マカルさんの代わりに吹雪が入ったりっていうところは、うん、
どれだけ引き上げられるかだよ、チームとしてやるべきことは。主力の2人が治療に専念する間に彼らが成長を結果で示すことができれば、チームとして大きなプラスとなる。このピンチを確実にチャンスにしていくことが、残された時間の少ない FC 中井にとってとても重要なことなのだ。行こうとしたけど、多分一回やめて中戻ったんだよ。そうそう、だからもうあの、いや、もっとね、早いタイミング出てないと。行けば俺も決まってくるから。うん、あれでも両玉やってたんだったら、俺行ってよかった。あれ渡るね。うん、行っていいんだけど、行ってるけど結局間に合ってないじゃん。で多分両玉は距離悪くて行けてないのよ。うん、でもうちょい多分切り方変えればこうやって人につけれたし、多分微妙な距離だから多分両玉こうやって一歩離しちゃったから。そう。でただ でそのまま遠い足出されて、抜けられちゃったから。亮太がどうしたいか分かんないけど、それをもう一回寄せるって言えば、だからその寄せ方があるじゃん。だその寄せ方を話さないと寄せるだけじゃさ解決しないから、そのどういう寄せ方してほしかったのかっていうのをちゃんとアキラに伝えないと、ずっと同じまんまだよこれじゃ。カードショット、はい、お疲れっす。お疲れっす。選手権1週間前ってことで、今日はバッファローズ戦、やってきます。関東大会を1週間前に控えた FC 中井は大会前最後の練習試合を迎えた。対戦相手は関東2部リーグ所属フーガドール隅田バッファローズだ。まあ、カルソンとブルーの今日は出ないけど、そういう状況は選手権の中でも出てくると思うし、そういう時間を作れてもチームとしては絶対にプラスになってくると思うので、
まあ、このメンバーで、しっかり勝って、自信をつけて来週の練習に入っていきたいと思うんで、お願いします。はい、今回出る時間が長い吹雪だったり、涼太だったりがでどれだけできるかでやっぱその、ね、連戦を戦うところが重要なポイントになってくると思うから、まあ、怪我をしなくてね、体力が持てば、ね、それはいいんだけど、でもフットサルはそういうわけにはいかないから、その2試合、合計4試合を見据えて、戦うにはやっぱりその2人、あとはアキラと浩平、もキーになってくるんで、まあ、このメンバーで勝てたらね、それはそれでもうすごくいい自信になると思うから、そこを求めてくる。やっていきましょう。クアドロの方は特にこの前、ね、両者のところで失点してるし、まあ、俺が出てもう1点、ね、クアドロで2失点してるんで、そこはゼロで抑えながら攻撃の形をいい形で作っていきましょう。それが絶対的にチームプラスになるので、よろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。いきます。赤いバーン。はい、よし、ではツイッター、いや、いっぱいできないんで、ここしっかり立って、フーガドール隅田バッファローズのキックオフで試合開始。 FC 中井、最後のテストマッチ、成長を結果で示せるか。FC 中井のゴールクリアランス、佐藤から前線の野寺、ダイレクトで落として千葉、素早いテンポでボールを回し宮崎、宮崎から中井、前線の野寺へ。 FC 中井、攻撃をどう組み立てるか。中井が前線抜けていく、宮崎蹴り込む、相手キーパー飛び出してクリア。再び FC 中井の攻撃、宮崎から野寺、収めて千葉、トラップしてシュート。 FC 中井、パスワークからチャンスを作り出す。バッファローズのゴールクリアランス、サイドへ。 FC 中井、前線からプレッシャーをかけていく。ここで野寺が奪った、ゴール。野寺ナイスディフェンス、ナイスゴール。バッファローズのキックイン、ファーサイドフリー、佐藤これを防いだ、ナイスセーブ。メンバーチェンジした FC 中井、ゴールクリアランスからの攻撃、渡るがワンツーで抜け出す。ここは一度中へ、伊藤から内野、逆サイドの渡る、再びワンツーを仕掛ける、これは合わず。しかし積極的に仕掛けていく。 FC 中井のゴールクリアランス、渡るが抜け出す、伊藤前線へ、これはキーパーがキャッチ、バッファローズのカウンター、逆サイドへ、これはポスト、ピンチをしのいだ。バッファローズのキックイン、ゴール前、伊藤激しくプレス、しかしバッファローズボールをキープ、渡ると内野が囲い込む、奪って渡る、簡単に蹴り出す。再びバッファローズの攻撃、サイドへ、サイドから中央、一気に前線へ、これを収めてもう一度サイドへ、ここを個人技で突破されてしまう。バッファローズ追いついた、ドリブル突破からの弾丸シュート。両チームここでメンバーチェンジ。バッファローズの攻勢は続く、前線に収まる、宮崎激しいディフェンス、しかしキープ、落としてシュート、佐藤ファインセーブ。バッファローズのキックイン、シュート、宮崎ブロック、こぼれたボールは千葉が運び出し、サイドを突破、バッファローズ素早く戻って防いだ。両チームメンバーチェンジし、 FC 中井のキックイン、伊藤から逆サイドの亮太、渡るが縦に抜け出す、しかしこれは奪われ、バッファローズがカウンターを仕掛ける、
サイドからドリブルで駆け上がり逆サイドへ折り返して、これを決められてしまった。勢いに乗るバッファローズ、素早いカウンターからの追加点。ここで FC 中井メンバーチェンジ、アキラがピッチへ。 FC 中井のキックイン、低い位置でパスを回してチャンスをうかがう。サイドの宮崎へ、ここを個人技でかわしていく。2人かわして逆サイドへ、ゴール前フリー。おっと中井、これを外してしまった。決定的なチャンスも枠の外。ここでアキラと千葉に代わり、伊藤と内野がピッチへ。バッファローズのキックイン、一度下げてゴール前、佐藤これを弾く。こぼれたボールは伊藤、中井へ。パスを回して宮崎、中井が抜け出す。しかしこれは通らず、こぼれたボールは内野。このパスもバッファローズがカット。宮崎これを奪ってカウンター、内野中井が前線へ、ゴール前。これを内野が押し込んだ。前半終了間際、 FC 中井意地のゴールで同点に追いつく。 FC 中井のキックイン、宮崎前線へ、これは合わず。ここで前半終了。激しい攻防を見せた前半戦は2対2で折り返しを迎えた。結局俺はこれが一番嫌で、先に動きすぎるとこっちだろ。これはさ、なんかさ、あのさ、今度はここ斜めの一本のパス、逆側がずらすれば全部削れるようになって、4人を3人で管理できる。この三角形じゃない、こういう立ち上がり、例えば胴体の上にすぐ受けるから、パラレルのコースはどうなの、どうして、はい、でマンツーマンだから、あんまり動きすぎずに、なんか、これだったら、あのもう、寄らずに、奥、こっちの奥、だからここにいるヒロキだったり、シューマだったり、そのダッシュ、その空走りすれば全然違うと思う。先はここは狙いながら、出てきました。よし、はい、本当に4人できた。ここはドラマ、つなさん、はい。後半開始。前半とはスターティングメンバーを変えて臨む後半戦。 FC 中井はいい流れを作れるか。しかし流れを最初に掴んだのはバッファローズ。キックインから2人組で仕掛ける、シュート、これはクロスバー。こぼれたボールは内野、バッファローズ激しく寄せる。ここはピンチをしのいだ。FC 中井、流れを引き寄せたい。逆サイドの亮太、戻して伊藤、中央の内野、サイドへ、これを狙われていた。バッファローズ連携のほころびをつく勝ち越し弾。 FC 中井、佐藤から伊藤、中央の亮太、低い位置でパスを回していく。伊藤からサイド、ここを狙われていた。 FC 中井再び失点。同じような流れからゴールを許してしまう。ここで亮太に代わり宮崎がピッチへ。 FC 中井の攻撃、内野から逆サイドの伊藤、内野スルーし宮崎へ。宮崎が個人技でボールをキープ、伊藤へ、サイドの内野、逆サイドの渡る、パスをつないで仕掛けていく。宮崎から渡る、キーパーと1対1、相手キーパーファインセーブ。メンバーチェンジした FC 中井、2人組で仕掛ける。ここは抜け出せず、キープして逆サイドの中井へ。中井がドリブルで仕掛ける、突破してゴール前。これは野寺には合わず。
FC 中井の攻勢は続く。キックイン、中井から宮崎、これを決めた。宮崎が強烈なシュートを叩き込む。 FC 中井反撃ののろしを上げる。メンバーチェンジした FC 中井、このまま勢いに乗れるか。伊藤が前線からプレッシャーをかけていく。ここで奪った FC 中井チャンス、シュート。ここはバッファローズが守りきる。直後 FC 中井のキックイン、内野から中央の渡る。再び内野、キーパーの佐藤へ、逆サイドの伊藤、ドリブルで仕掛ける。サイドを突破しゴール前、これを内野が押し込んだ。伊藤のドリブル突破から内野が決めて同点。メンバーチェンジした FC 中井、キックイン、中井から宮崎、戻して中井、低い位置でパスを回す。宮崎中へ運ぶ。おっと、これを押し込まれてしまった。一瞬の隙を突かれバッファローズに勝ち越しを許してしまう。 FC 中井取り戻したい。千葉ドリブル、しかしここを奪われバッファローズカウンター。中央からサイドゴール前、これは相手のミスに救われた。メンバーチェンジした FC 中井のキックイン、伊藤から宮崎、これは相手に当たってしまう。 FC 中井コーナーキックを得る。キッカーは伊藤、ふわりと浮かせて中井、これを決めた。 FC 中井伝家の宝刀、中井のボレーで同点。残り時間は2分、 FC 中井キックイン、キッカーは宮崎、これは合わず内野が詰める。相手キーパーファインセーブ。 FC 中井再びコーナーキックのチャンス。キッカーは伊藤、内野へ、これは合わせられず。 FC 中井の攻勢は続く。内野中へ運び佐藤へ、内野が抜け出す、一気に前線へ、落として中井がフリー、これはクロスバー。直後バッファローズのキックイン、逆サイドへ中井が詰める。しかしかわされ前線へ、伊藤が寄せる、走り込んでサイド突破、これは内野がブロック。残り時間はわずか、 FC 中井のゴールクリアランス。サイドの伊藤、中へ運び内野へ、内野が前を向く、これを奪われバッファローズのカウンター。ドリブルで駆け上がりサイドへ、折り返して、これを決められてしまった。そしてここで試合終了。 FC 中井最後の最後でゴールを許し、バッファローズにリベンジを果たされてしまった。はい、です。吹雪が先制で取ったり、シュートが良かったっていうところは、ね、プラスなんだけど、まあ、このメンバーでじゃあブルーのカールさんいない状態でこの2連戦勝てるかというと、まあ、五分五分なのかなみたいな。新セット組んでやっていくってなると、まあ、そういう今はちょっと、ね、ピンチな状況というか良くない状況でもあるし、これで、ね、勝ち上がれば、まあ、プラスになると思う。ただ負けたら終わりなんで、まあ、ラスト1週間悔いがないように取り組んでいきましょう。吹雪良かったと思うし、結構収めるところ収めたし、収めなくてもいい時にダイレクトで後ろに叩いて、結局ちゃんとマイボールにオンをし続けたっていうのはいいし、相手を押し込んだ時間帯もあったし、ひろきだって今日、ね、今まであんまりこう仕掛けてなかったところを結構仕掛けるようになったし、この残りの1週間をこの今日の試合のいいイメージをまたその22日できれば大丈夫です。はい。特に吹雪だったり渡るだったり亮太っていうのはどんどんステップアップしていかないと。渡るだったら、裏を取るのが、ね、いいんだけど、俺の裏の取り方よく見たらほぼ取れてるんだよ。でもそれには
工夫があるから、でそれは自分なりのコツでもいいし、俺の真似でもいいし、誰かの真似でもいいんだけど、それを、まあ、ステップアップをスピードを速くしていくって必要があるんで、まあ、リオタも含めてそこはもうお願いします。はい、何かありますか。 あとまあシティはユータと渡る、もうちょっといけたいよね。なんかもうちょっとそのキーパーと1対1もあったし、それを決めれば多分全然もう完璧だと思う。それでだからいつもこう結果出してる選手じゃなくて、ちょっとこう隠れ気味の選手がこう今日は出せてたもんで、ただチームとしてもう一歩こう上に行くためには、普段の選手がここで普段通りにやっていかないとダメだから。今日まあユータ見てないけど、ユータいた？うん、いました。初めて喋った。はい、明日は練習です、10時からなんで、早く帰って休んでまた集まりましょう。終わります。3、はい、スタート。バッファローズ都大会でやったときは、まあ、自分で出なくて本当に悔しかったんですけど、まあ、今日は、まあ、先制点という形で、まあ、貢献することができたので良かったかなと思います。まあ、ボールのもらい方っていう部分はまだまだ改善する部分もあるし、まあ、もうちょいためを作りたいなっていうのは自分で思っているので、まあ、そういうところを工夫していきたいかなって。カオルさんがっていうピボとしての見本がいるんで、まあ、その中でどれだけ吸収できるかっていうところはすごい練習で意識したんで、それがちょっとずつやっと身になってきたかなっていう感覚はあって、まあ、それをもっと高めていって、まあ、カオルさんになることはできないけど、まあ、自分なりの形、ピボの形を見つけてうまくやっていければいいかなっていうふうに感じてます。カオルさんとブルーノも今怪我して、ちょっとまあ、2試合続けて出れるとは全然限らないので、まあ、いつ出番が来てもいいように、その時チームに貢献できるように頑張っていきたいです。バッファローズとの試合には負けたが、野寺は主力の不在を新たな可能性に変えてみせた。だからこそ彼にとってここからがより大事な時間だ。想像以上に良くて、その週でプレーの中で確認したことを発揮して、さらに取り組んだディフェンスの部分でも吸収してできてたと思うから、ね、求めているところっていうのはもっともっと上だけど、吹雪としてはステップアップできたと思うから、一つね、だからそれが公式戦でできるか、試合で俺が逆セット入った時にプレッシャーがある中でできるかはまた違ってくるから、想像を超えてくると思うんで、特に選手権、俺らにとっての選手権っていうのは、うん、もう今まで見たらほぼ全試合が厳しい試合だったし。そしてもう一人、この試合を機に変化を見せた選手がいた。昨日の試合もやっぱり試合に出てないメンバーすごい声出してくれたし、カオルさんも怪我して審判もやってくれた中で、ピッチに立っているメンバーが本当に基本的なところができてなかったなっていうのは感じたんで、そこはもう一度見直すべきかなっていうのは思いました。どう見直そうか。やっぱり各々が自分ともう一度向き合わなきゃいけないかなっていうのはすごく思うし、なんかうまくやれるほどうまいチームじゃないと思うんで、そこは全員が努力さくやっていくべきかな。そうしないと多分日本一は取れないんで、もっと登録策やっていきましょう。確かに選手権町田が取った時も、プレーオフで決勝に行った時も、まあ、練習の強度は高かったし、いい雰囲気でも、まあ、チームスタイルもあるけどヘラヘラはしてなかったで、まあ、結局はやることやればいい話なんだけど、今チームとしてこういう課題が出たっていうのは、明日からの練習、まあ、今から練習が終わった後も取り組めるところだと思うから、それをプラスに変えて明日の練習また迎えていきましょう。はい、終わります。3、はい、お願いします。都大会の準決勝決勝でまあ言ったことがあって、同じ失敗を繰り返す暇はないなと思うんで、言うたらもう3ヶ月しかない中で、けど今ってそういう雰囲気になりつつあると思うんで、そこは
も感じた選手がどんどん発信して、あんな思いは二度としたくない。前回のシーズンを経験した渡は危機感を抱いた。シーズン1の時とかって勝つ前提じゃないじゃないですか、本当に終わっちゃうのかなみたいな、やべえ、そう、それがやっぱり今なくなってきちゃってるっていうのが逆に怖いですよね。だってバッファローズもちょっと余裕こいった分あったじゃないですか途中で、けど結果は負けてるし、ゴンダも結局3-2じゃないですかあれって、けどなんか途中でやっぱ余裕持っちゃって、ね、展開になっちゃってっていうのがあったし、もう情熱とかの時もそうかな、もう本当に負けたら終わりのチームの戦いではなかったかな。多摩大戦とかは良かったと思うんですけど、ね、何を起きるか分かんないですかね。崩れた時が怖いですよね。昨日のあれ失点、ポンポンですよ、ミスしてそう、あそこで切り替えられなかったからさ、で結局あの1点で負けちゃった。行こう行こうっていうのがないっすよね、ミスした後に、ね、やっぱチームとしてね、やりたいですねそこじゃ勝てないんだ。後悔したくないのは皆同じはず。自分を見つめ直し、互いに声を掛け合い、いざ戦いの場へ。FC 中井はここで終わるわけにはいかないのだ。FC 中井の全日本フットサル選手権関東大会が開幕。1回戦の対戦相手はファイルフォックス八王子。求められるのは勝利のみ。 FC 中井よ、2連戦を勝ち上がり全国大会出場への王手をかけろ。